皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Peace 平和というものを選ばせていただきました。今朝はね、まあいろいろありますけど、なんかね、昨日ね、久しぶりにちょっと心配をされてしまいまして、で、私いつも心配よりも信頼ということをね語っているんですけれども、まあ、心配するっていうことはその人を信頼してないからだっていうことを言っていますけども、その心配される側っていうのをね久しぶりに経験してね、あ、やっぱり心配よりも信頼だなってね感じましたね。心配されるとね、まあ人はね、あなたのことを愛してるから心配するのよっていう人もいますけども、やっぱ心配される側としてはやっぱ私のことを信頼してないんじゃないかな、だからだ心配するんだなって思ってしまうんですよね。だから改めてね、まあ、特に子供たちとかね、やっぱり信頼よりも心配、あ、じゃなくてごめんなさい、心配よりも信頼ですねこの精神でね行こうと改めて思いましたね。そしてなんか娘からはね、昨日はね学校でフラダンスをね踊ってるところとかね、歌歌ってるところとかのね動画が送られてきてね、いやー楽しんでるんだなーと思ってね、とってもね頼もしかったし嬉しかったですね。なんかね、親元離れてからなのかな、ますます日本に興味を持ってきたみたいでね、日本に交換留学に行くかもしれないとかね、ちょっと日本に旅行行くかもしれないとか、友達とねなんか言っててね、なんか頼もしいなと思いました。はい、ということでちょっと私事が長くなりましたが、ちょっとすごいですね。皆さん見ましたか？まあいろいろ来ましたけれども、まずは風さんのねインスタストーリーにこちら上がってましたね。 As a gratitude to 2 million subscribers 200万人の登録者の感謝としてということで、風さんの死ぬのがいいわのビジュアルということで、これちょっと圧倒されましたね。だってなんせ風さん自分の身一つで最初から最後までやりきってるじゃないですか。これはお見事でしたね。そして風さんの手の綺麗さが際立ってたねえ。そして最初から最後までね、私またスクショの嵐してしまいましたけれども、数えたらね65枚ありましたけれどもね、いや一つもね同じ動きがないんですよ。一つも同じポーズがないというね、すごいね。これ3分以上ある MV よ。風さんやるなぁと思って改めてね、もうセットも何もなし、自分の体一つですよ。すごいね。高子さんからもね、エミさん来ましたね、死ぬのがいいわビジュアル、高子先生は風さんの肩の関節が柔らかいのに驚いていました、目の付けどころがさすが、私は生き物のような指と手相に釘付けでしたということですけどね。いや本当に圧倒されました。あっぱれ、素晴らしかったです。そしてね、こういうのを見てしまうと私スクショもしたしね、リズムに乗せたくなるんですけれども、まあ、ちょっと今日はねまだまだ話したいことがたくさんあるので次回にしようかなと。それか今日多分ショート出すと思います。あのショートといえばね、昨日は旅路のショートを作っていたんですね。まあ、昨日アップしたのは青春病で風くんが泣いた場面とかもアップさせていただいてね、まあ、それも大好評だったんですけども、今日は旅路を出そうかなって、精神病の次は旅路なんでね作ってたんだけども、まあ、今日は死ぬのがいいわになっちゃうんですけれども、ちょっとこちらのショット見てくださいよ皆さん。これ誰に見えますか？まあ、私もね、あの風さんのやってたっていうからわかると思うんだけども、私がずっと大ファンだった五郎ちゃんにも見えません？私ちょっと思わずえと思っちゃったんですけど、これもちょっと風さんと五郎ちゃんってやっぱり似てるかなって思っちゃいましたね、と余談が入ってしまいましたが、そしてね風アプリにも2つお知らせが入ってましたね。まずはこちら、このめっちゃ悲しそうな風さんのね写真とともに、アナログレコード販売について
本日より発送を開始しておりますセカンドアルバムラボールサボールアナログ版ですが、近日中に再販予定となりますのでお知らせさせていただきます。現在転売サイトにて高額出品されているようですが、もう少々お待ちいただければ購入いただけるようになりますので、転売サイトにて購入しないようお願い申し上げます。またファーストアルバムヘルプエバーハートネバーアナログ版も再販に向けて準備しております。どちらも販売方法は追ってお知らせいたします。何卒よろしくお願いいたします。ということでね、やっぱり転売ね、高額でされてるということにも心を痛めているという悲しい写真なのかなとも思ったんですけども、まあそれだけじゃないですよね。ずつだよりでもこちら来てました。 SNS 昨夜風から今どんなことが起きてるか知ってる？と悲しいが 100% 苛立ってるが 100% の今までに見たことのない顔をして私に聞いてきました。ここ最近一人で悶々と抱えていたようで、昨夜ようやく爆発したと言いますか。何も知らない方のために少し説明させていただくと、 SNS における藤井風の写真や動画についてのルールが一人歩きして、そのルールに縛られ、一部ですがちょっとした分断が起きていると。なぜそうなってしまったか。過去に2回、2020年6月ツイッター、2021年1月公式アプリ内 SNS の投稿についてお知らせしておりました。この投稿をしたことによって以前から風邪と危惧していたことがあります。それはこの内容が人それぞれ少し違った形で解釈されてしまったのかなということでした。新たなルールとして一人歩きしているように感じていました。正直に言いますと、その過去の2回の投稿、実はしたくなかったというのが本音です。綺麗事になってしまいますが、藤井風においては本人スタッフも含め細かいルールを作りたくないという思いがあります。なぜルールを作りたくないか。あなたが藤井風を見つけてくれた時、この子人は普通じゃないと思った方も多いのではないでしょうか。私もその一人です。なので私が藤井風の音楽活動に携わることが決まった時、普通のことをするのはやめようと思いました。今までにあったやり方で藤井風を推し量り世の中に出すことは絶対にしてはいけないこと。それはこれまでのエンタメ業界のやり方、通常セオリーといったことに縛られてはいけないなということでした。藤井風にファンクラブがないのもその一つかもしれません。誰も縛りたくない、村世界にしたくない、いつでも出入り自由にしておきたいという思いがあります。聞きたい時に聞いて、聞きたくない時には聞かなくても良いということです。 SNS の運用方法、やって良いこと悪いことを明確にアナウンスするやり方もあるでしょう。しかし上記にあるようにファンの方々にもこれまで通りのやり方に縛られないでほしいと思っています。ファンの皆さんには想像して判断してほしいのです。それをすることで誰かが傷つくのかなということを。風自身も間違えることはありますが、より良い自分でいるために日々努力しています。そんな理想の自分に近づくよう歌っているはずです。ヘルプエバーハートネバー、常に助け決して傷つけない、ラブオールサーブオール、すべてを愛しすべてに使えよ、いつも答えはこの中にあると思っています。一つだけこのタイミングでルールを設けるとするなら、他者を攻撃しないでほしいということです。攻撃するつもりがなくても SNS 上で誰かに発信するということはその可能性もあると思っていてください。風自身そういったことは本当に望んでおりません。今後アップロードされているもので藤井風オフィシャルが NG と判断したものに関しましては、当該者に対してご連絡をさせていただきます。ファンの方同士での指摘は
思わぬトラブルに発展する可能性もございますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします。また今回のご案内により過去に投稿されたものに対しての言及はいたしません。それに合わせて過去に2回2020年6月1日、2021年1月公式アプリ内投稿した内容も1回リセットさせてください。ただし藤井風が発信したものや藤井風の写真、ロゴなどを使って T シャツ、キーホルダーなどのグッズを作成し販売または配布過去 NSS で募るなどする行為はこれまで通り禁止です。これからも皆様のモラルで楽しく藤井風を応援していただければ幸いです。このスタッフインフォメーションに書かせていただいた内容はあくまでも藤井風のみのお話になりますということなんですね。これはちょっとね、皆様考えなくてはいけませんよって、私が言うことじゃないかもしれないけどね、こういうことが起こってるんですねって、私知りませんでしたけども、ファン同士の攻撃試合、これはもってのほかですよ。私いつも言ってますけども、チームエミっていうね名前が嫌だっていうのも、まあ、対抗するのが嫌だって、私はもう皆さん一緒に風さんを応援したいっていう気持ちが本当に強いんですよね。だからまあ良かれと思ってやってることもこういうことになって、風さんを悲しませる結果になってるっていうのはもってのほかですよね。でね、本当に良かれと思ってやってるかもしれないけど、まあこういうふうに言われてしまいましたよね。どなたかも言ってましたよね、風さんを生かすも殺すもファン次第って。やっぱりファンの心得っていうのはとても大切だと思うし、で私もやっぱりこういう発信している身としてね、たまにありますよ。ずっと前、あのストーリーをね、の写真を上げちゃった時、ズッツさんがいいよっていう前ですね、風さんだったかな、の前にあのストーリーはダメですって言われたりとかね、まあいろいろありますけれども、まあ、私もねたまに風さんのことではなく、こういう例えば YouTube のルールに反している動画とかを見ると、それをお知らせしてあげることはあります。それを上げてて YouTube から消されたりするとかわいそうだからなっていうのはあるけども、やっぱりそういうねことはね、ファン同士でズッツさんがおっしゃってるようにね、これはダメだっていうのを言い合うのはやめましょうっていうことですね。まあそれは私たちがやりますからっていうことですね。あなたたちの仕事じゃないよっていうことなんですね。ということで皆さん心がけましょう。はい、私も含めてね。はい。いやでもズズさんこういうふうにねきちんと言ってくださってよかったと思います。風さんをねこういうふうに心配させないように私たちファンもね心がけていきたいと思います。そして昨日投稿したねこちらの動画にいただいたコメントを少しご紹介させていただきますね。のんのんさん、おはこんばんちはです。えみさん、お疲れ様です。いつもありがとうございます。キャパを広げるってお話しされていましたね。実は私も自分の器キャパ広げたいとは思っていたんですね。でも思うんです、風さん関連のこういったコミュニティ、 YouTube やコンサート、これ全部自分の意思で関わることでもう行動していて、生配信やコメントや気持ちを伝えたり、私も心がウキウキしていて、もっとああしたいこうしたいって感じる今日この頃です。それが広がるってことですよね。閉じていた心が動き出したらもう自由だと思っています。風さんが常に言っていることも貢献してますね。多分こういったチャンネルに出会えたからこそ可能性が広がっているんじゃないでしょうか。 Thank you ということでね、ありがとうございます。そしてテコスさん、エミさんのチャンネルを通して視野が広がります。私はただ視聴するだけの日々ですが、勉強になることだらけで楽しく過ごさせていただいています。毎日の配信本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。嬉しいです。そしてチャムさん、 YouTube の登録者数2019年6月10万人、2021年8月100万人、お父様の誕生日25日早朝に200万人達成、岡山県の人口約190万人を超えました。
お姉さんがデコったドアも映ってる。お父様が手に持っているのは英語を教えるためのカードでしょうか。インスタグラムのお父様のお誕生日へのコメントが4439件、トップにエミ山田さんエミさんのコメントが出てきました。わーということでね、ありがとうございます。こちらのコメントですね。そしてね、お誕生日といえば高子さんから、エミさんハピハピ様です。風さんがおとん様にハッピーバースデーするから、私も指先ほれほれの風さんにハッピーバーしてもらいたく、10月27日が誕生日であることを告白します。11年前、妹から骨髄移植を受け、無菌室での出来事はまさに自分は一度死んで生まれ変わった、そんな感覚でした。ということで11歳の誕生日です。誰か突っ込んでもええんやで。もし風さんビッグニュースとか出たらごめんなさいねって出ましたね。ではでは、エミさん風さんよろしくお願いします。欲しがり高子よりということでね、こちらの写真を送っていただきました。その時の写真なんですね。そしてこちらは妹さんとかな。そしてね、からのということで、これはパナスタの写真ですね。いや、なんかそういうの見るとなんか涙出てきた。あれから11年、こんな未来が待ってるなんて、ということでね、本当はねプラス41です。みんな知ってるけどね、ということで11+41?53?歳のお誕生日なのかな。私はちなみに今54歳です。はい。ということで、高子さんお誕生日ではお祝いさせていただきますね。いつものようにまずは風さんに歌っていただいて、風さんが歌い終わったキーから私が歌わせていただきますので、もしよかったら皆さんも一緒に歌ってお祝いいたしましょう。では風さんよろしくお願いいたします。 Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear Takako-san. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Takako-san.Happy birthday to you. たかこさん、お誕生日おめでとうございます。たかこさんにとって素晴らしい一年になりますように。そしてもうその素晴らしい一年は始まってますね。高子さん、こちらケーキ作りが得意な娘にイチジクのケーキをリクエストしていました。夜できたよーと届けてくれたのですが、見てびっくり。すごくないですかって、ちょっとすごすぎる。風くんもいるよ。幸せ者ですね。よかったね。シェアしていただいてありがとうございます。そしてその10月27日の言葉は、 Let's put the fun back in dysfunctional. 楽しさを機能不全に戻そうということですけど、これどういう意味でしょうね。まあ楽しみましょうっていうことですよね、きっとね。はい。そして最後にね、モンゴルの風さんから、エミさんおはようございます。今日、あ、これね、昨日来てたものなんですね。10月25日、佐藤省庁に行ってきました。朝が出た頃に福山や岡山の CD ショップ巡りをした際にも寄ったので2回目ですが、今回は佐藤省庁のみをゆっくり回りました。佐藤省庁役場の展示スペースに風さんのと一緒に空さんの待って、エミさん見たことあるかもしれませんがお送りしますね。前回行けなかった佐藤省郵便局や手延べパスタのマカレさんにも行ってきました。マカレではマコモダケの和風パスタを食べましたが、食感はタケノコとキノコを兼ね添えた感じでシャキシャキして美味しかったです。
ということでね、マコモダケも購入されたということで、緑の部分を取って食べるそうです。太いのはピーラーで少し剥いて500円ということでね、かなりお得とのことでした。ということでこちらの写真も送っていただいたんですけど、いや一度食べてみたいですね。そしてマカレさんは予約していきましたが、予約なしの方は入って左手の座敷席へ、私は右手のステージのあるダイニングスペースへ通されました。噂に聞く風さんが演奏されていたステージですね。すでに行かれた方も多いと思いますが、風さんの写真などが展示され、メッセージも残せるようになっていました。残してきました。岡山で夢を育んでいた頃の風さんの写真を見て、過去ご本人はもがきの時期だったかもしれませんが、宝物のような日々に見えて勝手に感動してしまいました。里省庁役場や郵便局の方も風さんファンが見学に来るのに慣れておられるようで、私が許可をもらって写真を撮っていると、撮りましょうかなど笑顔で声をかけてくださったり、とても優しくしていただきました。郵便局でお話しした方に、ファンがたくさん訪れることが大変じゃないですかと尋ねると、いえいえありがたいですよと笑顔で言ってくださったので、少しほっとしました。郵便局では切手を購入したりと、自分なりにできる範囲でのお礼を心がけています。役場と郵便局、マカレも撮影は許可してくださっていましたが、マカレの風さんの写真は SNS にアップしないようにと言われました。 SNS に不慣れな私ですが、こういうことをきちんと守っていきたいと思います。あと椿の丘公園ではグレースがかかってましたよ。10月25日は風さんのおとん様のお誕生日だったんですね。そんな記念日に里庄巡りができて、本当にいい思い出になりました。ということでね、モンゴルの風さん、たくさんの写真を送ってくださいました。ありがとうございます。いや私見たことないものがたくさんあるので本当に嬉しいですね。まあこの前のね、生配信でも私いろんなものをね見せていただいて、もうその場に行ったと勘違いしているくらいになりましたけどもね、こんなにたくさん見せていただくと、本当にそこに行って見せていただいているようで嬉しいです。ありがとうございます。ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a happy day everybody。 エミでした。ではまた。